はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はトランプ元大統領暗殺未遂事件に関する話題になります。さあ今回の話題はねこちらになります。よいしょと。はい、もうねこの動画はもう決定版になると思います。もうほとんど最終章に近いね、もうこの次はもう結論になってしまうような、それぐらい真相に近づいているんじゃないかなと思います。はい、音声偽装のからくりね、クル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 クスね、クルクスね、クルクス容疑者はこの位置にいた、ね、当初この位置からってことだけど角度が合わないね、ここの位置ですのでね、それで、このねこの窓からズバリ狙える、そして音声偽装のからくりにもなるということでね、もうほとんどこれがもう決定版なんだよね。で皆さんもご存知のようにこの建物の中には現地警察の狙撃手が3人おり、容疑者が屋根に登るのを目にしていたと伝えたということで、まあ、本当にそのもう招き入れているね、要はもう警察がこんなところに、ね、招いている、ね、そういう協力体制にあったものです。で全体的な流れ、いろんなニュースをちょっとね、まとめてみました。あと皆さんのコメント、ね、これがねトランプ前米大統領の警備を数週間前に強化、イランによる暗殺計画名を警戒、まあ、これも過去に紹介した内容なんだけど、この中のクルックス容疑者はなぜ接近できたのかのところのこれだね、このシークレットサービスのキンバリー・チートル長官は前大統領に向けてクルックス容疑者が屋根で銃を構えていた建物の中には当時現地の警察官がいたと認めたね。で CBS は建物の中には現地警察の狙撃手が3人おり、容疑者が屋根に登るのを目にしていたと伝えた、ね、で視聴者さんのコメントはね、見てみると、まあ、確かに下から上に向かっているように見える弾道からも屋根の上からではなく後方下の窓からの可能性が高いと推察できます、ね、ということです。一致するね。もしかして屋根の下というか屋根裏の空間に真のスナイパーがいたかもしれませんよ、ね、でも地元警察の狙撃手だからね、真のスナイパーだよね本当。はい、クルックス青年の下の部屋から講演台と周りに撃てば愛だね、容易だね。クルックス青年を犯人に仕立て上げるために誘い込んだと考えれば説明は成り立つね。射撃の下手なクルックス青年が屋根に登っていった理由がトランプさん狙いだったとは無理がある。いくつもの解説を見ているが全部が犯人勢力を初めから決めつけているね、付け加えればトランプさんが警備に囲まれて立ち止まって拳を振り上げていた時に2度ほど連射を繰り返せばトランプさんと警備の全員を打ち倒すことは可能。結論としてトランプさん暗殺計画はなかった、ね、いやこれはトランプの暗殺計画であって無差別殺からねこれね、それじゃただのテロの無差別殺人じゃん。トランプを暗殺するダンとね、ただターゲットを決めてターゲットを仕留めるね、戦争もそうじゃん。そういう施設、民間は狙わないとかね、重要なインフラとかのとか狙わないっていう、まあ、ルールがあるんだけれども、卑怯者はそういうところね、幼稚園を狙ったり病院を狙ったり卑怯者ってするでしょ。でこれはね、いい
一応まかりないでも警察のスナイパーなのでね、警察、地元警察のスナイパーがシークレットサービスもろともね、頼まれていないトランプもろとも吹っ飛ばすっていうのはこれは問題になるし、そんな言葉で言ってないでね、そんなまとめて犠牲者出すなよっていうね、一応警察官だからね、一応国家プロジェクトとしてターゲットはトランプただ一人だったわけなんで、で、あとやっぱりその地元警察といえどやっぱりその周りについていた、ね、ガードするのはやっぱり身内になるわけでしょ結局ね。だから そこのね立場関係もあるかもしれないけど、その仲間を殺すっていうのはねどうだろう、もろとも、それはねただの無差別殺人になるのでどうかなって思うけどね。確かに下から上に向かっているように見える弾道からも屋根の上からではなく後方下の窓からの可能性が高いと推察できます、ね、もしかして屋根下というか屋根裏の空間にスナイパーがいたかもしれませんよ。あ、ここ読んだところだね、これね、そうそうそう。で、暗殺未遂騒ぎを起こすことが目的、計画は達成されて米国だけではなく世界中が沸いた、トランプさんの人気は上がった、パンパカパーンっていうね。まあ耳がね、耳が吹き飛んでいない、でしゃがんでからそれがついているっていうね、当たってないんだっていうね。でもなんかビョンっていう、うんって、だよっぽどね腕が立つで、例えばプロのね警察のスナイパーだったら、まあ、たった百数十メートルからここをねこうかしめるっていうのはこれは結構楽勝だよね。これね、当てないでかすめる、これも確かにねやろうと思えばできるよ本当に。なんかの CG だと振り向いていなかったらここのところのね隅っこの脳みそ通過ってなってるけど位置が違うからね、はい。でこれだね、クルックスは一発も撃ってなくね、もうここだよね本当に、もうこれだよ、ここだよ、ね、クルックスは一発も撃ってなく窓の下のスナイパーの狙撃専用銃とクルックスを仕留めた狙撃専用銃が同じであればパンパンパン、ね、耳を打ち抜いてでパン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 、ね、クルックスを仕留めたなら計算が合うよねっていうね。でもこれね26秒以内に、狙撃犯をは射殺したって発表があって、タカ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 タ10秒経ってパーンってね、あれが茶色い服着た長い銃持ってバーンって一発銃声が違うのがとどめなので、であと、まあ、CG だとね、一応 CG だと犠牲者が3人で一発はトランプ氏の耳をかすめたのがここにヒットで2発目3発目というと全てその4,5,6,7,8 の一発がこちらの左の人に当たったということにはなってるんだけど、どうだろうね、最初の3発でみんな当たっちゃったとしたら、ね、そうすると4,5,6,7,8 のこの5発がクルックスに対してだとしたら、でそれもねありえるんだよ。
これがなんでかというと、これ皆さんも見たと思うけど、トランプ氏暗殺未遂事件、クルックス容疑者隙をついた発砲家、ね、ここの記事の中のこれね、シークレットサービスが突然フェンスを乗り越えて建物に駆け上がるのが見えたんだ。あ、もうプロジェクトの時間だ。で、悪夢だよ、まるで映画の中にいるようだった。ね、で、建物がまあこういう状況なんだね。まあ、随分あの Google Earth のやつはね、しか結構綺麗なこういう状態の建物なんで、ちょっとイメージが違うよね。綺麗に塗られてるよね。で、斜面もあるけども、まあ、そんなにきつくはないけどね。で、トランプ氏は演説場所から135メートル離れた建物の屋上にいたか、でここにいたかという、ここにも建物があるんだね。それでトランプ氏の演説場所から135メートル離れた屋上にいたかっていうね、まあ、ここね、この関係だね。これね、この赤いところ、ここで、ここにいた人に2人当たってるのと、あとどこだっけ、どっかここか、ここら辺にいた人に当たってるんだよね。で、確かにね、その弾道、あ、ちょっと待って、タイマー、そろそろ那須川天心始まる時間です。どうせね、19時してもね、そこから実際にチーンって始まるまで随分時間稼ぎするからね、どうせすぐ始まんねえから、ね、で、このね、視聴者さんが言うのは、こちらの弾道がね、合わないっていうね。この写真からやっぱしっかり見ると、CG とかだとうまく合わせることができても、現場のやつから言うと、確かにね、ここの人がやられてるので、トランプ氏、ここだよね。ここのところから見ると、こうなるよね。ここの店とこの角度がね、ちょっとこうずれるんだよね、角度が。で、その角度のずれってなんだろうなって見ると、やっぱり下だと合う。で、駆けつけた警察官にライフルを向け、警察官がはしごを降りた隙にトランプ氏に発砲、ね、ここね、駆けつけた警察官にライフルを向け、警察官がはしごを降りた隙にトランプ氏に発砲。で、これ不思議だなって思うのが、駆けつけた警察官が、要はつまりこの手でいくと、クルックス容疑者ははしごを使ってこの上にいた。でも26分前に通報されている。で、ガヤガヤ騒がれている。で、そのはしごを使って警察官がクルックス容疑者のところにこうやってね、上がったけども、警察官に向けてライフルを向けたから、警察官がはしごを降りたと。で、その隙にトランプ氏に発砲したっていうことで、だからその時には、だからもうその演説が始まってるわけじゃん、隙に撃ったってことだから、その隙にっていうね。で、このはしごを登ってクロックス氏のとこ行った時に向けたっていうんだから、その時になんで撃たなかったんだろう。本当に弾が入ってたんだったら、なんで撃たなかったんだろう。だってトランプ氏に撃つんだったら、だって撃つよね。で、撃つことによって来たら撃つぞっていう威嚇になるので、逆に向けただけで撃たないっていうと、どっ
どこからでも、あ、やつは撃たないからって言って来ないでしょじゃん。だからそのはしごが、はしごがどこかわからないけど、あのおそらく車が置いてあった、こっち側にかけてあったと思うんだけどね、こっち側からこう狙ってるわけで、この狙ってる真正面からあのもぐらたたきみたいにさ、こうやって来たんだったら、こうやって狙えたらこういった隙にとかってね、あるかもしれないけど、あのそんなことないでしょ。そうするとやっぱりね、おかしいんだよ。あの逆の立場になって考えると、本当に弾が入っていて本当にトランプ氏を撃つんだったら、あのそれだけ弾いっぱい入ってるんだったら、あのいやおじい5発じゃなくて20発とかね、30発とか50発するのもあるんだよってね、なんかコメント言ってたんだけど、だったら余計に警察でバーってこうちょっとやるでしょ。そうすることによってちょっとしばらく上がってこないかなってあるかもしれないけど、ただこうやって向けてひょってこう下がっただけだったら、いつまた飛びかかってこられるか分かんないから、そんな狙って撃てるわけないじゃん。これどう考えたっておかしいよ、状況を想像すると。そう思いませんか、これ見てる皆さん。で、駆けつけた警察官にライフルを向け、警察官がはしごを降りた隙にトランプ氏に発砲って、こんなことあるのかなっていう。普通ないよね、こんなこと。考えられない。で、そこに、警察官が駆けつけてね、そのはしごを降りるってことは、降りてない時があるわけで、そういうのがあったっていう時は、だってもう、伝えるべきな、なんかバタバタバタとかさ、なんていうの、これ、インカムっていうんだか、なんていうんだか、ね。だからそういうので、みんな駆けつけたり、情報を共有してるじゃん、警察って。だあ、なんかっていうと、そしたら余計に、トランプ氏の前の、ね、シークレットが、それを聞いてるわけだから、だから余計に警戒するとか、だってこれもね、普通はそうじゃん。考えられないんだよ、これは。だって、警察官が、はしご降りたしきねえな。警察官だよ。行動は全て、あの、警察官って、あっちでねって、あの、ボディカメラとか、この状況、共有全部してるから。そうでしょ？よく YouTube であるじゃん。そういう情報共有してて、あっち行ってくれ、こっち行ってくれ、とかね、キャーとか、ダダダダとか、あるじゃん。だから、そう考えると、このやりとりがあったのに、おかしい。これはだからやっぱり国家プロジェクトじゃないと説明がつかない。あの陰謀論っていうのは根拠がないね、いい加減なこと言うけど、これはあの根拠がこんだけいっぱいあるんだよ、どう考えたって。で、あとなんで3人のこれね、3人の狙撃手が屋根に登るのを見ていて何もしなかったのっていう。だって屋根に登るのを見ていた段階でなんで動かなかったの。だって狙撃手が、だって容疑者があれでしょ、あの銃を持ってね、こういうのが ついてるオプションも持ってね、で登ってるわけでしょ、それを目撃してるわけでしょ。だその段階で なんで止めないの、演説を。おかしいじゃん、どう考えてもおかしいじゃん。で屋根に登るのを目にした、で本当だったら屋根に登った、でもあの屋根に登った何回目に屋根に登ったかなんだよ。あのだから、練習があってこれ本番ですかっていうね、その撮影シーン、ね、だ何回目の登るのだったのか。で1回しか登ってないんだったら
26分前にその救急隊員に通報されてるんだから、ね、屋根の上にいるって。そうでしょ。そこから26分あるわけ で地元警察の狙撃手が3人屋根に登るのを目にしていたわけ で屋根に登るのを目にして、でそこから登るのを目にして登り切ってあそこの、あの真ん中のところとかあそこに行くまでに、だって這いつくばって行ってるわけでしょ。ここまでこうやって這いつくばって行ってるわけでしょ。であの2分後ってなってるわけで、だから這いつくばってこうやって行ってるわけで、でその間にも時間があるわけじゃん。這いつくばって行くその2分後にって書いてあるんだから、その2分間の間にその2分後にの直前に警察官にこう向けたから、はしごを降りたらその式でババババババってやったっていう、そうつながるよね。その状況を考えると、その心理で警察官がいて警察官に向けて降りた、で警察官がもう自分を狙ってるっていうのが分かって、でそので瞬間的に隙をついてバババンで一発目でパンって当たるんだったら、全然下手くそじゃないじゃん。しかもあのその銃で。そうでしょ、どう考えたって。どう考えてもそうでしょ。おじいの言ってるのおかしくないでしょ。そうすると、あのちょっとこれね、きれいにする前のあれなんだけど、この建物をね、やっぱりこ の, たあの屋根の下にはね、狙撃手が3人いたわけなんで、やっぱりクルックスが行ったここのところからこうやって狙って撃ってたら、音もシンクロするし、見ていたこう撮影した人も同じところからあの音がするから違和感がないよね。クルックスはやっぱり一発も撃ってないんじゃないかなって思うし、あと最初の3発がこっから同じ銃でプロが撃ってるからね、これにスコープをつけて狙ってヒットした。でこのはしごをこう降りてた警察官がクルックスを持ってるのと同じので、バババババババって5発それで倒したとしたなら、これが視聴者さんの展開よね。あのこの状況とニュースと、ね、この映像から視聴者さんのもしこうだったらっていうのを照らし合わせると、そういうことでしょ。これってこれね、クルックスは一発持ってなく、窓の下のスナイパーの狙撃専用銃とクルックスを仕留めた人たちが同じであれば、ね、だから本当いろんな状況証拠を一致させるために、クルックスにね、持たしている、いや父親のあの銃と同じもの、ね、同じもの、これでやれば、もう本当完全だよね。全く違和感がない。そうすると、最初の3発と5発が、撃った人、ね、撃ってる人が違って、向けてるのが違ったとしても、音自体は同じだったっていう。なんでパンパンパンとダダダダダダで違うのかとかね、そういうのは説明がつくんだよね。だからこのもしこれがクリックスを狙ったもんだったら、ね、銃向けられてこうやってなったからね、ダダダダってこうやってやったとしたら説明がつくよね。パン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 ってね。どうでしょう。だから最初は明らかにその窓の中からね、狙ってパン、口パン、口パンでね、下でトランプ氏を狙った、ね、で、しゃがんじゃったから終わっちゃった。で、終わっちゃったんだけども、やべ、こいつ始末しねえと、タッ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 ってね、そのストーリーだと、確かに辻褄が合う。ね、何にでも合う。
要がないし、やっぱりね、クルック氏は一発も撃ってない説、この銃を向けたから降りた隙を見てっていうのは、これはなんで警察官とかね、シークレットがいて、なんでこうだったんだっていうね、そこの要は試験に対する言い訳部分だよね、これは。やっぱりシナリオだよ。こうなったからしょうがなかったんだみたいな。でも、やっぱりこの内容を見ると、なんだっけ、1時間ぐらい前には、これ、距離を測ってるのを目撃されて、で、見失ったっていう記事もあったし、ね、金属探知機のあそこのところでなんか、なんか怪しく、ね、取れないから怪しくって、その記事もあったし、で、26分前に、登ってて通報されたっていう記事もあったし、どう考えたっておかしい、しかもマークしてたわけだし、でそういう情報はみんな共有して聞いてるわけじゃん。だからこういう人物がいたらって、本当だったらそうするはずなのに、なんでしたかったんだろう、おかしいよねこれってね。だからやっぱりクルックスはこのプロジェクトの一員であったって考えるのはやっぱり一番しっくりくるよね。と、いうことで、まあ、今回の、ね、その5発がクルックスを撃ったものかどうかっていうのはちょっとまだファイナルアンサーするにはちょっと早いかなとは思うんだけども、どの道でこっから警察官の狙撃手が完全装備で同じ銃で撃ったとしたら、不可能ではない。インタビューのお店の店主が言ったように、不可能ではない、距離も届くし、で中から撃ってればね、風も風向きは外だけども下だからね、吸収点みたいで上じゃないから、だから風向きで角度はほぼ水平に近いわけだしね、そういうのもあれば不可能ではない、しかもプロ、いつも撃ってるプロね、だこういう情報を見れば見るほど、クルックスの立場になったら一発目で仕留められるかい？無理だと思うよ、どう考えても。皆さんクルックスの立場になって考えてごらんなさいよ、この書かれてるのが本当だったら。上にいる、見つかった、向けた、引っ込んだ、でその段階で狙って一発目で当たる、その隙をついて、あの体勢で。本当これね、あの低い花火の音の山上徹也のね、歩きながらね、ダンダンが致命的なって、あれと同じだね本当、でここのところで、要はクルックスは始末しないと喋られてしまうね、計画が全部バレてしまう。だからこの国家プロジェクトといっても全員が情報を共有していたわけじゃなくて、ごく一部の重要なものだけが知っていたと思うよね、末端までは知らないと思うので、まあ、そういうことなんだよ結局。で何度も何度も怪しい人物にマークされて、何度も何度も見失ったりとかね、回とか、あとそういうことがだって最初からあったんだったら、俺そこにいる、なーにーやってこんなのあるわけないしって本当、もっとそういうの状況してから、やっいたあいつだって感じで普通は動くよね、絶対にないよね本当ない。だからやっぱりこれはプロジェクトでのどう考えてもおかしい、不自然すぎる。はい、そういうことで、皆さんはこのね、視聴者さんのこの投稿していただいたこのストーリーはいかがでしょうか。おじいもね、鳥肌が立った、この下からだったらね、合うんで、角度も合うし、ね、下からではねっていうね、それも合うし、ね、もう
ここだよ、おじいが言ってたここより、やっぱここだよ、おじいも近いところに行ったんだ、ここだとしたらここかなと思ったんだけど、ではしごで登ってことも見たっていうか、じゃあこの上から登ってことも見たのかなと思ったんだよ、ね、でもまあ本当弾道とか見るとこっち側だからね、ちょっと ある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 って感じで、もう一致するじゃん、どう考えたって、ね、これがだから現場、やっぱりこういう事件っていうのは現場が物語るってよく言うじゃんね、うん、聞き込みとあともう現場100回って言うじゃん、ね、そういうことだよ。はい、また皆さんのご意見もお待ちしております。じゃあね、バイバイ。